僕そういう、まあまあ、こちらに日があるとはいえ何かしらクソみたいな価値観ベースにそういう行動するんだったらこちらもあの自己中心的なあの自己中心的なプレーさせていただきますんで、パスを出さない、自分でプレスして取って全部パスを出さないで全部5人抜きする練習をするっていう、5人抜きする練習しかしない、あと守備を頑張るので相手方は全く気がない、どうしようもない、とりあえずクソ味方対策はやっぱりもうクソプレーで機会を潰して守備ってするっていうのが一番コスパいいわ、アホらしいもん本当に、何やってんだ